この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。中小届かない声。5月、連休明け初日、つまり翌日。あ、おはよう。いいよ、竹谷くん。どうしたの？いや、呆れてるんだけどね。この時間におはようと挨拶するその時間感覚にな。そして時間は12時20分。今日は午前中だけだよ。つまりもう帰る時間なわけだ。その証拠に刹那が二人に出会ったのは校門の前。出てくる二人と入ってくる刹那の鉢合わせだった。何やってたのよ、昨夜。いつ寝たの？ちょっとした連休ボケだよね。完全に夜型になっちゃってて。言えるわけがない。とても人には言えないことをしてて寝坊したなどと。の割にはなんかすっきりした顔してんじゃん、せつなちゃん。え？嘘、わかっちゃう？何、どうしたの？実は連休中何かいいことでもあった？ああ、連休中ね。うん、寝てばっかりだったよ。朝から晩まで。お願いだから大学のアイドルがそういうこと言うのをやめてくれ。私たちだからいいけど、他の連中が聞いたらネットで格差ものだよ。ははそうだね。昨夜の所業については後ろ暗いところがありすぎる刹那は、二人のありきたりな問いかけにさえさまざまな意図を連想して妙にテンションの高い受け答えになってしまう。けれどそうやって自然とテンションを上げてしまえるということは、ま、いいか。そうだね、ま、いいか。なんか投げやり。刹那が何か吹っ切れたということ、歩幅は小さいかもしれないけど、一歩前に踏み出したということ。それじゃ、今から3人で飯でも食いに行く？いいね、それ。私朝から何も食べてないよ。そりゃ起きたのがついさっきじゃねえ。3年前から親友を名乗っている2人には、そんなことを読み取るくらい朝飯前だった。じゃあ行こうぜ。もうモーニングサービスはやってないけど。ねえ、米田コーヒーにしようよ。あそこなら遠慮なく長居できるし。粒あんのけたやつ頼むのやめてね。話がまとまると、いつものように歩幅の長い竹谷とピッチの速い伊予の先頭争いでゆっくりできない移動が始まる。春樹がいる時もいない時も自分のペースを守る刹那は、彼らの後ろをゆっくり歩きつつ、今からのランチタイムの話題に思いを馳せる。昨夜の友近の話をどれくらい編集して話そうかとか、春樹が相変わらず春樹だったこととか、けれどちょっとだけ予想の斜め上の行動をとったとか、だからちょっとだけのろけてしまおうかとか、あるいは春樹が友近でなく竹谷だけを親友だと認めたこととか、もしその話を竹谷に告げたら彼はどう反応するだろうかとか、それはそれで楽しいランチになりそうだなとか、もし自分よりものろけられたら嫌だなとか。届かない恋をしていても、
無意識のまま一つの旋律が喉から漏れ出そうになり、けれど口に出た瞬間に無酸していく。だから結局刹那自身を含め誰の耳にも届くことはなく、今の冬になるとキャンパス中に流れていた旋律、けれど2年間自分の口からはずっと漏れることすらなかった旋律、歌わなかった、歌いたくなかった、そして多分歌えなかった歌、けれど今ほんの少し楽しい気分に浸っただけでにじみ出てきてしまった歌。ねえ春樹くん、だから刹那はふと正門の方に振り返る。正しくはその門から北に行ったところにある3号館の方向。ねえ春樹くん、私やっぱり歌が好きだよ、が好きだよ。多分そこにいるであろう思い人に向かって、本当はいつかまた歌いたい、そして本当は報われたい。おい刹那ちゃん、何ぼやぼやしてんのよ、さっさと行くよ。あ、はい、ちょっと待って。刹那は駆け出していく。ずっと足踏みしていた2年間とは違う歩幅で。だから諦めるな、諦めるな、私。思いは必ず届く。たとえ一度は途切れてしまった絆でも、彼の本質が変わらないのなら、そして私の思いが変わらないのなら。刹那は駆け出していく。流行る心を抑えつつ、一歩ずつ確実に前に進んでいく。でも今はまだ歌えない。そして多分今すぐ報われることもない。けれどいつかこの歌と共に私の思いを解き放ちたい。だから今度私が歌うときは彼に聞かせるとき、彼が求めたとき、それまでは、それまでは。ねえ、なんていうかさ、本当に？マジで言っとる？シナリオライターマジでやばすぎるだろ。これ書くか。いやー、はい。ということで、いかがでしたでしょうか。はい。歌を忘れたアイドルですね。楽しかったですね。ものすごく良かったですね。いやー。あのね、これを聞いている、てかこの動画を見ている、それこそ、まあ歌を忘れたアイドルだけでもいいから、見てくれた、呼んでくれた、プレイしてくれた、方、この感情絶対に忘れないでください。はい、必ずそれの意味が分かる時が来ますから。はい、ということで、これで、サブイベント的なものは終わりました。ただこのね、一応このデジタルノベルのトゥインクルスノーっていうのは、これは、一番最後までやりません。なんでかっていうと、これ、もしも、刹那ではなく、上総と結ばれたらっていう、if ストーリーなんですよ。もしも、なんで、本筋から話それるんで、本筋が終わってないのに話そらしたらさ、意味ないやん。よくないやん。うん。だから、これは一番最後になんか、思い出としてやりたいと思いますんで、一番最後、だから来年の、来年になるかな、来年1月とか下手すら2月くらいになると思いますので、まあ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 気長にお待ちください。はい、ということで、今回の、歌を忘れたアイドルのパート全て終わりましたんで、次回こそはね、次回からですよ、クロージングチャプターやっと始めたいと思いますので、まだ半分にもいってないですからね、このゲーム。いっちゃなんですけど、こんだけやって
パート60、パート60ちょっと多分あると思うんですけど、それでもまだ半分にも見て、行ってないですから、なんなら3分の1くらいなんかな、これって。全体像をまだ把握してないけど、多分3分の1くらいだと思う。だからパート200にはならんと思うけど、うん。まあ、これからホワイトロームを楽しんでいこうじゃないかということで、はい、以上。お疲れちゃん。